こんにちは、シューフィッターの吉澤秀明です。今一人暮らしの方も多いと思いますが、今日はどこのご家庭にもあるもので簡単に一人で測れる足の測り方のご案内をいたします。まず準備するものをご紹介します。ティッシュペーパーの箱2つ、30センチ以上の物差しを用意してください。それと1メートルぐらいの長さの紐とハサミ、用意するものは以上です。ではこれから実際に測ってみましょう。まず椅子を用意してください。椅子の足にティッシュの箱を合わせておきます。この時ティッシュの箱は立てておいてください。そしてそこで座ります。座ってから足のかかとをティッシュの箱に軽く押し当てて座ります。次に物差しをティッシュの箱に合わせておいてください。もう一つのティッシュの箱を足のつま先に軽く触れるように置いて、次にその置いたティッシュの箱を手で押さえて足のかかとを上げます。で、足を抜いてください。物差しとティッシュの箱の交わった部分の目盛りを読んでください。次に足の周りを測ります。足の指の関節の一番出っ張っている部分の周りを測ります。その部分に紐を当てて足を巻いてください。数回緩めたり締めたりして足に沿うように巻きます。重なった部分を片方の手の指で押さえてハサミで重なった部分を切ってください。切った紐がその方の足の周りの長さになります。測ってみます。229ミリくらいになります。足の関節の分かりにくい場合にはかかとを上げてください。曲がったところが関節になります。そこに目印のシールを貼ってください。目印のシールの周りを同じように紐で巻いて周りを測ります。数回締めたり緩めたりして足に沿わせて巻いてください。重なり部分を片方の指で押さえて重なった部分をハサミで切ります。一つ注意するポイントがあります。それは物差しの端と目盛りのゼロが一緒でない場合には物差しの端と目盛りゼロとの間の寸法を読んだ寸法に足してください。それが注意するポイントです。靴の選び方の意外な常識をお知らせします。皆さんは靴って軽くて柔らかい方がいいと思っていませんか？実はそれが違うんです。靴は硬くていくらか重い方がいいんですよ。詳しいことについては別の動画でお話をします。そちらをご覧ください。